決勝戦となります、ヤマハエッセンスクラスドライバーをご紹介してまいります。まず、ポールポジションです。ゼッケン29番、ラマーレレーシングチームゼッケン29番、高橋武典選手です。今ちょうどね、カメラもおりますけれども、この高橋武典選手は今シーズンは開幕戦第10位、それから第2戦が第6位ということで、じわじわ成績を上げてまいりまして、今回ポールポジション、さあこのままの勢いで初優勝狙いましょうか。ゼッケン29番高橋武典選手、うなずいてくださってます。続く2番手のグリッドに参ります。2番手からはゼッケン7番です。武蔵野カートクラブ細田桐生選手がスタートです。今シーズンは3位が1回、そして第2戦では第5位が1回といった成績を残しています細田桐生選手も、もし今日勝てば今シーズンは初優勝になります。2番手のグリッドからゼッケン7番武蔵野カートクラブ細田桐生がスタートです。続く3番手のグリッドです。3番手からのスタートはゼッケン21番チーム長尾、津村健信選手がスタートです。津畑健信選手がスタートです。だからすごいいいお名前ですよね。ゼッケン21番の津畑健信選手、今シーズンこの津畑選手は全日本カート選手権に出場していらっしゃいまして、西地域こちらで前回のレースは第2位の成績を残しています。さあ今回のこの ATG ではどんな結果が待っているでしょう。3番手のグリッドゼッケン21番津畑健信選手です。そして4番手です。4番手からはゼッケン24番、今スタート1分前のボードが出されました。木下愛斗選手がスタートです。前回は第2位の成績でした木下愛斗選手、4番手のグリッドからのスタートです。5番手です。5番手からはゼッケン2番清水隼人選手です。2位3位といった成績を残している清水隼人選手、まだ今シーズン勝ちがありません。さあ今日はどんな結果になるでしょう。6番手のグリッドはゼッケン9番です。清水翔吾選手です。スタート30秒前です。6番手のグリッドからステックの清水翔吾選手、7番手からがゼッケン22番の、土下光弘選手、今シーズンは6位9位です。そして8番手のグリッドはゼッケン28番、マスコ匠選手、9番手ゼッケン1番清水健太選手が今シーズンは2連勝しているんですが、ゼッケン13番エンジンかかりません、浅川樹希との車両、11番手のグリッドの13番、浅川樹希と選手の車両エンジンがかかりません。ピットロードに運ばれました13番です。さあ今シーズンはとにかくこのヤマハエッセンスクラスでは2連勝中の清水健太がなんと今日は9番手のグリッドからのスタートですから、どこまでここを上がってくるのかというのは大注目ではないかと思います。10番手からがゼッケン30番青柳貴明、11位が今エンジンがかからずピットに運ばれた浅川樹希と、12番手25番白出颯太、13位38番武者俊人、14番手ゼッケン10番加藤優太、15位33大島瑛太、16位に70番の羽生戸崎、17位27渡部俊樹となります。ヤマハ SS クラス、これで隊列が整っていればスタートが切られます。2連勝中清水健太は9番グリッドです。さあ日照旗が振られてクリアスタート、
1コーナーのところ今2台の車両が遅れています。さあオープニングラップは29番高橋貴則先頭、その後細田希龍、木下愛斗が上がり、3番手のグリッドにいました妻田健心選手もオープニングラップ順位を6位に落としています。まだそれほど差は開いていません。まもなく2周終了。高橋武則、細田飛龍、木下愛斗、土師田光弘、清水隼人選手を交わ、清水隼人選手は5番手、6番手増子匠が上がり、7番手津畑健志、8番手清水翔吾、9番手武者俊彦、第10位が清水健太となっています。トップグループが5台です。先頭が7番の細田希龍に変わっています。まずは第一集団5台、やや間が離れて6番手の増子匠、7番手21番津畑健心、8番手清水翔吾、9番手白出颯太。さあ清水健太選手がちょっと上の方に上がってこれない、テールも逆に13番手に落ちています。1台スピン、ヘアピンを出たところで30番青柳隆明の車両が止まっています。スーパーバーム企画、青柳隆明の車両が止まっています。さあ5台の集団が少しずつばらけてきています。細田希龍、高橋武則、土師田光弘、清水隼人、木下愛斗、そして増子匠、津畑健心、清水翔吾、白出颯太、大島瑛太、第10位、11位加藤優太、そして12番手が27番の渡部俊樹、13位に清水健太です。さあ上位陣が49秒台の走行の中、今シーズンヤマハ SS2 連勝しています1番の清水健太選手のタイムがなかなか上がりませんで、51秒台の走行です。さあトップこれで5周終了。少し1位と2位差が開いてきて1秒7です。1位と2位の差は1秒7、8番手までが49秒台、9位までが49秒台です。朝霞樹木とゼッケン13番15位、その後16番手で羽生と先コース上16台です。これで6周終了。さあ1位と2位差が開いています。2秒6、1位と2位の差は2秒6。またまたゼッケン7番武蔵野カートクラブ細田希龍ファーストストラップ書き換える
49秒305をマークしています。あの5台の集団の中完全に抜けました。そして2位争いは4台です。高橋武典、土下光弘、そして清水隼人、木下愛斗、7周終了、8周目に入った細田桐生選手、第2位の土下選手、第3位清水選手、第4位高橋選手、第5位木下愛斗選手、6位益子拓実選手、7位に、津端健信選手、8位清水翔吾選手、9位城出壮太選手、10位、渡部俊樹選手。さあなかなか清水健太51秒が切れません。現在14位、何らかのトラブルがあるんでしょう。51秒が切れない走行が続いています。8周終了、残り10周です。1位と2位の差は3秒5です。さあ2位争いの集団を抜け出しました、土下選手。そして3番手争いは、高橋選手、清水選手、木下愛斗選手の3人。トップはこれで9周終了。2位3位争い、2番の清水隼人が第3位、そして第4位で高橋武典、第5位が木下愛斗です。さあようやくここで1番の清水健太が通過。さあこれで10周終了です。残り8周、1位と2位の差が3秒、2位と3位の差が1秒、3位と4位の差も1秒です。さあ4位と5位が変わりました。24番の木下愛斗が第4位に上がり、逆に1つ落としたのが29番高橋武典です。これで11周終了です。ファーストストラップは48秒369があります。11位の武者俊人、高木プランニング、武者俊人がファーストストラップ48秒台を出しています。48秒369、まあ路面がだいぶ乾き出してきています。さあ48秒台が出ました。それ以外でも第2位の土下選手も48秒台のタイムです。トップは12周終了、1位と2位の差3秒6から3秒7、
ファーストストラップ48秒2263を12周目でも、書き換えましたムシャトシヒト選手、11位から10位と順位を1つ上げています。さあここでトップの細田希龍選手が周回遅れを作りながら走行です。まもなく14周終了。1位と2位の差、また少し広がりました。4秒715です。細田希龍選手、ゼッケン7番がトップ、その後2番手には22番の土下光人、第3位ゼッケン2番清水隼人、第4位で24番木下愛斗、第5位29番高橋武典、第6位21番津畑健信、第7位28益子拓海、8位9番清水翔吾、9位に38番、ファーストストラップを書き換えました、高木プランニング武者俊人がまた一つ順位上げています。11位10位9位と上がっています。その後第10位には25番の城出壮太、11位27渡部俊樹、12位ゼッケン10番加藤優太、13位33大島瑛太、14位13番浅香樹希と、15位1番清水健太、16位70番羽生と先となっています。さあ残り3周、1位と2位の差は5秒あります。1位と2位の差5秒、現在第9位まで上がった高木プランニング、武者俊人47秒台のタイムです。路面状況がだいぶ良くなってきました。47秒台が出ています。16周終了、17周目、1位と2位の差5秒3。さあゼッケン7番の細田希龍選手先頭にファイナルラップです。今日は51秒が切れません、2連勝中の清水健太はなんと15位です。さあ38番の武者選手はまた一つ順位を上げています。47秒台のタイム一人だけマークしながら、11位、10位、9位、8位、7位まで上がってきました。ただレースはファイナルラップです。さあゼッケン7番武蔵野カートクラブ細田希龍を先頭にチェック。そして第2位は土下選手、第3位が清水隼人選手、第4位木下愛斗選手、第5位高橋武典選手、そして6位争いは本当にわずかですが届きませんでした、逆に逃げ切り、6位逃げ切ったのが津畑健信選手、第7位まで上がりました武者俊人選手、
8番手に清水翔吾選手、9位増子匠選手、10位白手颯太選手です。